ごご視聴ありがとうございます「吉川英治作『三国志』その第2回『桃園の巻』第1編『昂金属』第2章劉備は驚いて何者かと振り返ったとがめた者はどこから来た!」と彼の襟紙をもう容赦なくつかんでいた「見ると役人であろう。 胸に剣の理性をつけている近頃は物騒な世の中なので地方の子役人までが平常でも皆武装していた2人のうち1名は鉄球を持ち1名は半月層を抱えていた「特権の者のです」劉備青年が答えると「拓賢はどこか!」と畳みかけて言う「はい拓賢の。 老僧村の生まれで今でも母と共にー僧村に住んでおります商売はむしろを折ったりすだれを作って売っておりますがなんだ行商人かそんなものですだがと役人は急にむさいものからのくように襟紙を放して劉備の腰の剣も覗ぞき込んだこの剣には 黄金の配管に老館のお玉が下がっているのではないかむしろ売りには過ぎた刀だどこで盗んだこれだけは父の形見で持っているのです盗んだものなどではありません素直ではあるが凛とした答えである役人は劉備青年の目を見ると急に目をそらしてしかしだなこんなところに半日も座り込んで一体何を見ておるのか 怪しまれても仕方があるまい。おりもおり、ゆうべもこの金村へ、黄金キ族の群れが寄せて、略奪も働いて逃げたところだ。見るところおとなしそうだし、族ととは思われぬが、一応疑ってみねばならん。ごもっともです。実は私が待っているのは、今日あたり、王を下ってくると聞いている、落良船でございます。ははあ、誰か身寄りの者でもそれへ便乗してくるのか。 いいえ茶を求めたいと思って待っているのです茶を役人は目を見張った彼らはまだ茶の味を知らなかった茶というものは瀕死の病人に与えるかよほどな気人でなければ飲まないからだったそれほど効果でもあり貴重に思われていた誰に飲ませるのだ従病人でも抱えているのか病人ではございませんが 生来私の母の大好物は茶でございます貧乏なのでめったに買ってやることもできませんが一両年稼いで貯めた小遣いもあるので今度の旅の土産には買って戻ろうと考えたものですからうーんそれは感心なものだな俺にも息子があるが親に茶を飲ませてくれるどころかあの通りだわ二人の役人は 顔を見合わせてそう言うともう劉備の疑いも解けた様子で何か語らいながら立ち去ってしまった日は西に傾きかけた茜ざした夕空を赤い黄河の流れに対したまま劉備はまた黙想していたとやがて「ほう船の旗が見えた落葉船に違いない」。彼は 初めて草むらを立った。そして眉に手をかざしながら上流の方を眺めた「第三章」「緩やかに甲を下ってくる船の影は薄づくひぼおって黒くゆるゆると目の前に近づいてきた」「普通の客船や河川と違い落葉船は一目でわかる」無数の赤い流舌機も 小柱に翻し線路は5歳に塗ってあった「はーい!」劉備は手を振ったしかし船は一個の彼に見向きもしなかったおもむろに舵を曲げスルスルと帆を下ろしながら黄河の流れに任せてそこからずっと下流の岸へ着いた「百個ばかりの水槽がある今日 落葉船を待っていたのは劉備一人ではない岸にはガヤガヤとたくさんの人影が固まっていた牢を引いた仲買人の群れだのティーチャーと呼ぶ手押し車に土地の糸や綿を積んだ百姓だの獣の肉や果物を籠に入れて待つ物売りだのすでにそこには落葉船を迎えて市が立とうとしていた何しろ 高の上流洛陽の都には今五冠の第十二代の堤防霊帝の居城があるし珍しい物産や文化の粋はほとんどそこで作られそこから全国へ行き渡るのであるいくつきかに一度ずつ文明の製品を積んだ洛陽船がこの地方へも加工してきたそして沿岸の小都市村村区など 位置の立つところに船を寄せて交易した。ここでも夕方にかけて恐ろしく騒がしく、また慌ただしい取引が始まった。劉備は、そのやかましい人声と人影の中にたちまじってまごついていた。彼は、自分の求めようとしている茶が仲買人の手に入ることを心配していた。一度、商人の手に移ると、莫大な値になって。 とても自分の貧しい脳中ではあがなえなくなるからであった瞬く間に市の取引は終わった仲買人も百姓も物売りたちも三々五々夕闇へ散ってゆく劉備は船の商人らしい男を見かけて慌ててそばへ寄っていった茶を売ってください茶が欲しいんですがえっ茶だって洛陽の商人は。 追うように彼を振り向いた「あいにくとお前さんに分けてやるような安茶は持たないよ。一と葉いくらというようないい品しか船にはないよ。結構ですたくさんはいりませんがお前茶を飲んだことがあるのかね地方の衆が何か葉を煮て飲んでいるがあれは茶ではないよ。はいその本当の茶を分けていただきたいのです」。彼の声は賢明だ 茶がいかに貴重か高価かまた地方にもまだないものかは彼もよくわきまえていたその種は熱い熱帯の異国からわずかにもたらされて州の代にようやく宮廷の費用にたしなまれ官邸の与々になっても高級の茶園に少し積まれるものと民間のごく貴人の所有地に また別な説には一日に百草をなめつつ人間に食物を与えた神農はたびたび毒草にあたったが茶を得てからこれを噛むとたちまち毒を消したので以来冷やせられたとも伝えられているいずれにしろ劉備の身分でそれを求めることの無謀はよく知っていた。 だが彼の賢明な面持ちと真面目に欲する訳を話す態度を見ると、洛陽の商人もやや心を動かされたと見えて、では少し分けてあげてもよいが、お前さん失礼だがその代価をお持ちかねと聞いた。第四章、持っております。彼は懐の皮袋を取り出し、銀や砂金を取り混ぜて、 相手の両手惜しげもなくそれを皆開けた。ほう。落葉の商人は手の上の目方を測りながら。あるねしかし銀があらかたじゃないか。これではよい茶はいくらもあげられないが。何ほどでもそんなに欲しいのかい。母が目を細めて喜ぶ顔が見たいので。お前さん商売はむしろやすだれを作っています。じゃあ失礼だが。 これだけの金を貯めるには大変だろう。二年かかりました。自分の食べたいものも着たいものも節約して。そう聞くと断れないな。けれどとてもこれだけの銀と変えたんじゃ引き合わない。何か他にないかね。これも添えます。劉備は剣の尾に下げている老漢の玉を解いて出した。楽陽の商人は、 廊下などは珍しくない顔つき星で見ていたが「よろしいお前さんの後進に免じて茶と交易してやろう」とやがて船室の中から鈴の小さい壺を一つ持ってきて劉備に与えた大河は暗くなりかけていた青南の方に闘秒化け猫の目みたいな大きな星が瞬いていた その星の光をよく見ていると虹色の傘がぼーっとさしていた「世の中がいよいよ乱れる強調だ」と近頃しきりと世間の者が怖がっている星である「ありがとうございました」劉備青年は筒の小さな壺を両手に持ってやがて岸を離れてゆく船の影を拝んでいた。もうまぶたに 母の喜ぶ顔がちらちらする。しかしここから故郷の宅剣老宗村までは百里の世もあった幾夜の泊まりを重ねなければ帰れないのである今夜は寝てと考えた彼方を見ると水村の火が2つ3つ瞬いている彼は村の基地にへ眠ったすると夜半ごろ 鬼人の亭主が慌たただしくしく起こに来た目を覚ますと表は真っ赤だったうっと蒸されるような暑さの中にどこかでパチパチと火の燃える物音もするはっ火事ですか黄金族がやってきたのですよ旦那白洋船と交易した仲買人たちが今夜ここに泊まったのを狙ってえ族旦那も交易した一人でしょうやつらが真っ先に狙うのは 今夜泊まった仲いた仲ちです次にはわしらの番だが早く裏口からお逃げなさい!」。勇美はすぐ剣を吐いた。裏口へ出てみるともう近所は焼けていた。家畜は異様なうめきを放ち女子供は炎の下に悲鳴を上げて逃げ惑っていた。昼のように大地は明るい。見れば夜叉のような人影が矛や槍や鉄条を振るって。 逃げ知る旅人や村の者らを見当たり次第にそこここで殺戮していた目を覆うような地獄が描かれているではないか昼ならば目にも見えようそれらの悪鬼は皆血髪の後ろに黄色の切れを借りているのだ黄金属の名はそこから起こったものである本来はこの国の最も尊い色であるはずの王と高度の 黒色も今は善良な民の目を震え上がらせる悪鬼の印になっていた。第5章ああ賛美な劉備はつぶやいて「ここへ自分が泊まり合わせたのは天が天に代わってこの哀れな民を救えとのおぼし召しかもしれぬ」離れ悪鬼どもめ。と剣に手をかけながら家の戸ぼけ 踊り出そうとしたが「いや待て」と思い直した「母がある自分には自分を頼みに生きているただ一人の母がある」「黄金の乱族はこの地方にだけいるわけではない」「稲子のように天下至るところに群れをなして長をしているのだ」「一軒の雄では百人の賊を切ることも難しい百人の賊を切っても 天下は救われはしないのだ。吉川英治作三国志その第二回黄巾族第五章途中までこの続きはまた次回。